須藤と申します。ウマヅラハギ、うわ、ダメだ。京一さんのおっかない顔しか浮かんでこない。マジで怖え。藤原に対するアドバイスの出し方が前と少し違ってきましたね。どうも。そうか、変わりましたよ。なんていうかな、以前はもっと単純で具体的でした。それだけ藤原が成長してきているって。俺はな、リーダーだと思う。レースの藤原のアイドル対応だ。藤原が短期間のうちにメキメキ進歩していくのはそのおかげですよ。薄々は感じてましたからね。だけど今回はちょっとやりすぎたかもしれない。相手が相手だし、全てを予定通りにコントロールできる。高すぎるパワーが藤原の前に置いてしまった。レールと車輪との接触面での摩擦もあるが、ムーが低ければ低く、ブレーキングではアンダーかオーバーのどっちかが極端なので、どこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だが、そんな車は世の中には存在しない。だってコントロールできないアンダーよりコントロールできるオーバーを初めから作っておくんだ。それが俺のやり方だ。うほほ、滑ってる滑ってる。この雨の中であのドリフトはすげえよな。見てるこっちがしびれちまうよ。うわー、やべー、すげえな。気力あるぜ。あのスパルスで切り上げ、ホッホー。2000の重量は1両がおよそ33トン、しかし相手の300系はおよそ15トン、倍以上のウェイトハンドル。軽量化に勝るチューニングはない。止まる、曲がる、加速する、あらゆる局面において藤原には不利な条件が揃った。今までのバトルとは違う正反対の発想が勝負の鍵。相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能です。こんなことは今まで一度もなかった。やる、マジで。それにしてもよくついてこれるもんだ。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちが普通に走ってさえいればそれだけで終わるバトルじゃなかった。この雨がクセモンだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに、俺よりも奴の方がリスクを冒してマージンを削り取っているというわけか。バトルはまだ始まったばかりだ。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいがな。信じらんねえよ。300系ってこんなに速い車なのかよ。あの無敵の2000がプロジェクト T のダウンヒルエースがついていけないのか。スイスイ行きやがって。だんだんムカついてきた。意地でも追いついてプレッシャーかけてやりて。京一さんのやり方ってひょっとしてあれのこと。京一さんの得意技って言えば絶対にあれだ。
あれを出すためにはどうしてもこの距離を詰めなきゃ。絶対に追いついてみせるぞ。くそ、何なんだよてめえはよ。気分悪いぜ、どんどん近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。渡りの8500はこの車についてこれなかった。わかんねえぜ、なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないで、おとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。今赤身を通過したのさ、40〜50メートルの通過したぞ。わからない、頭がクラクラしてきたぜ。線が300について受けてるのは異常だぜ。アップダウンのきつい前半が勝負どころだったはずなのに、俺のシミュレーションはありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたら、このバトルもつれぬぞ。2000のドライバーの計算できない能力、 100% 勝てると思っていた作戦の土台を裏付かせてやがるぜ。わかる、2000のボディ全体から伝わってくる濡れたレールに食いついた車輪が滑り出すギリギリの感触が手元でよりわかる。絶対捕まえる。カウンターに立った近くのチャンスは1回か、せいぜい2回。詰められてる。こっちだって頼りないグリップを探りながら目いっぱいやってる。これ以上はいけない。怖えんだよ。理屈じゃない、これは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんですよ。藤原が混乱した頭でどういう判断をしているか心配ですよ。カウンターアタックは外れですからね。ふざけんなって言ってんだろうが。げえ、なんだそれ、逆ドリフト。その通り、カウンターアタックは仕掛けても 100% 失敗。やっぱ自分よかコーナー早い相手にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うなら絶対できるはずだ。あいつには怖さってもんがないのか。これだけ近いと水煙の煙幕の視界を遮る。ただでさえ見にくい夜の雨に加えて、俺の吹き上げた水煙、視界が絶望的に効かないはずなのに。疲れた。バケモンかよてめえは。逃がすのか。カウンターアタックを仕掛けるチャンスは絶対離さない。水煙に遮られた視界を見事にしない立場の一瞬、東道塾の第2ラウンドでブラインドアタックのマスティスマン、目から入ってくる情報が不足している。頭の中に浮かれるイメージでそれを補うと、藤原はこの能力が突出して高いんだ。コーナーのアーム、限界スピードを瞬時に見極め、目印の前で自分に見つける。全てはイメージだ。それこそが藤原の天才的なテクニックを支えている現状。いけねえ。バカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。何が何だか分かんないけど、すげえラッキーけど、今のミスでまた少し離された。やっぱりカウンターもダメだ。通用しない。カウンターアタックじゃないとしたら凌介さんは。くっ、この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣き所なんだ。無事でもここで抜かれるわけにはいかねえ。ダメだ、マジか。
カウンターじゃないとすれば、一体どうすれば。こっちだって仲間内の対面ってもんがあるんだ。絶対に俺の前には出させねえぞ。何が何でも先に地下区間に飛び込んで、このまま逃げ切ってみせる。もう時間ない、考えてる暇ない。わかんねえ、行くしかない。来たよ、池谷先輩。俺、消えた。うわー、消えた、以前もいなくなった。バカな、ありえねえ。二子玉川までぴったりと前哨灯が張り付いていたはずだ。一体どこに消えたってんだ。まさかそんなことが。伝承と起こし闇に紛れた。ドリフトもブロックもできない地下区間で仕掛けてくる。文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースじゃない。抜いたり抜かれたりの追っかけっこより、こっちの方が俺には合ってる。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。そんなに差がついてるの。今は自分の走りに集中しろ。キャンプによって相手が見えないのはあっちも同じだ。よし、